オーバーフローの鈴木です一分間でお答えします永遠に続くものを作りたいからです現代だけではなく後世にも貢献できるような会社を作りたいですバスケットボールは一つのビジョンを共有して各々が状況に応じて判断をしていくスポーツですその点が非常に面白いと感じるからです 自分も自然や昆虫が好きですが娘の視点を通じて身近な公園を改めて見ることでさまざまな発見を得られることが楽しいからです人間は何かを生み出すことが幸福だと思っていますその生み出すことの出発点がイメージをすることなのでこの座右の名を大切にしています 長く続くということはそれだけ人,の人に求められていることを提供しているからだと感じているのでこの永続性のあること100年続く会社を作るということが自分のビジョンになっています。